さと片付けるぞ。団長でしょ。先を急ごう。やったね。助かります。よそ見をするな。まずは敵に集中しよう。呪術を使えるのか。ファイヤーバルト！
無事で何より。私はビクトル・オークビル、レスリア軍に所属している。彼女はニキ・ソーベスト。はじめまして。フィデル・カミューズ、スタールという村で剣を教えています。カミューズ、やはり君の剣はカミューズ流なのか。はい、そういうあなたの立ち筋にもカミューズ流の影響が見えますが、軍で父の教えを受けていらしたんですか。無論だ。そうか、ダリル殿に息子さんがおいでだとは。この辺りは危険だ。私たち村を代表して都に援軍の派遣を嘆願に行くところなんです。実は私たちの村がエイタロンの襲撃を受けたんです。図々しいお願いなんですけど、どなたか権限のある方を紹介していただけませんか。共に剣を交わした縁もあれば、ダリル殿との縁もある。うまくいくかどうかは保証できんが、どうどうしよう。ありがとうございます。国は力を貸してくれますか。時期的には難しいかもしれない。だがダリル殿のお口添えがあれば。カミューズのおじさんが。ダリル殿は現在レスリア王国の軍事顧問兼剣術指南役についておられる。軍内の先生の発言力は絶対だ。おじさん、そんなに偉くなってるんですか。そうだ。だから我々の前以外ではおじさんというのは改めた方がいいな。そうみたいですね。気をつけます。これがミードックの街ですね。そうだ。夕日が差して綺麗。ここは隣国ランドックとの玄関口にあたる街だ。こんな状況じゃなければゆっくり見て回りたかったです。任務の関係上ここで一泊することになっている。同道するのであれば君たちにも泊まってもらうが。泊まれるんですか。むしろ喜んで。いいよね、フィデル兄。もちろん。失礼。ああ、こちらこそ。ちょっと、もうちょっと静かに起き上がってよ。びっくりするでしょ。ああ、ごめんごめん。
まったくもう、あまりに遅いから起こしに来てあげたのに。もうそんな時間。とっくに朝。ビクトルさん、もう先に出ちゃったよ。そうか。そうか。じゃなくって、ほら急ぐ急ぐ。よし、支度するか。じゃあ外で待ってるから早くしてね。相変わらず寝顔可愛いんだね。年上をからかうな。いい。準備できた？待たせて悪かった。ビクトルさんは西の門で待ってるって。西の門か。じゃあ行こう。うん。お待たせしました。遅かったな。そちらの女性は？ランドックの呪引術師、ブルネリ殿だ。ブルネリさんですか。フィオーレ・ブルネリ。フィオーレでいいわ。フィデルです。ミキです。彼女は我が国王陛下からランドック王国の王立呪引研究所への協力要請に応えお越しいただいた呪引術のエキスパートでいらっしゃる。ランドックの呪引研究所、すごいです。全世界の術師の憧れですよ。そんな大したもんじゃないけど。いや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 、すごいです。ビクトルさんの用事ってこのこと？なあ、ブルネリ殿をお迎えし都までお連れするのが任務だ。お互い先を急ぐだろう。詳しい話は歩きながら話そう。
これをこうして、あー、やっぱりダメか。あれ、お客さん、天才美少女クリエイターのウェルチちゃんにご用ですかな。っていうわけでもなさそうね。ちょうどよかったわ。ちょっと頼まれてくれない？もう少しで調合が成功しそうなんだけど、あと一歩なのよ。必要なものの目星はだいたいついてるんだ。はい、このメモね。ほら、ぼさっとしてないでちゃっちゃと取ってくる。じゃ、よろしくね。実験の再開よ。やったー、成功よ。これでまた最強無比のアイテムクリエイターに一歩近づいたわ。手伝ってくれた君のおかげだよ。ありがとね。いや、君ならやってくれると思ってたよ。うんうん、今後ともよろしく頼んだよ、助手1号くん。
我が国は現在隣国トレクールと交戦状態にある。それは噂で聞いたことあります。戦況は芳しくなく、国境付近から援軍の要請が中央に届いている。苦戦してるんですか？未確認の情報ではあるが、敵は新開発の強力な兵器を準備してきているらしい。新兵器？どんな？高度な受忍術以上の破壊力を持った遠隔攻撃が可能な兵器ということだが、正直よくわからん。正体不明の新兵器、うさんくさいな。苦戦しているのも事実なら、現地の受忍術師に原理が解明できていないのも事実だ。だから私が呼ばれた。我が国は東の隣国ランドック王国とは良好かつ親密な関係を維持している。今回の新兵器の解明に大陸で最も進んだ受忍研究機関を持つランドックに協力を要請したのだ。なるほど、状況は理解しました。前に進むのみだ。まだ知らないことがたくさんある。勝利だな。前に進むのみだ。国一番の都だというのに静かね。ランドックとは随分違う。王城に案内する。ブルネリ殿、宿も取らずに恐縮ですが、ご一緒いただけますか。では。ごめん。
まだ知らないことがたくさんある。まだまだ成長しちゃうよ。先生、準備が遅れていまして。ハイネを倍にしてもいいから、なんとかしろ。戻ったのか、ご苦労。ランド公国よりブルネリ殿をお連れしました。それと父さん、なんでこんなところにお前たちがいるんだ。スタールがエイタロンに襲われたんだ。一度は退けたけど、このままではきつい。国から援軍を派遣してほしくて陳情に来たんだ。そうか、事情は分かった。じゃあ。だが今は援軍は出せない。帰って戦いに備えろ。父さんに何の権限があって。父さんはやめろ。陳情に来たのなら立場は後人だろう。ブルネリ殿ですな、遠方からご足労いただき心より感謝を申し上げる。現在我が国は西方の蛮族国家の侵攻を受けており、残念なことに戦況は芳しくありません。聞いているわ。レスリア全軍をもって反攻の予定が立っており、すぐにも出立となります。お越しいただいてすぐで恐縮ですが、ブルネリ殿には我々にご同道いただきたい。ええ、いいでしょう。ビクトル、悪いがお前には後方の安全確保を頼む。ひとまず部下に号令をかけ出立の準備をしてくれ。了解。どうしよう。帰るしかない。スタールに戻るんだ。村へ帰るのか。ならばダカーフサンドを通れ。そちらの方が近道だ。Thank you.
くぜ。炎強くなれる。ビクトル。言ってたよね。こっちかな。多分そうだ。じゃあこっち行こう。さあ来い。よし。
きつけて。拝見だ。まだ強くなれる。待って、何か聞こえない？
あ？なんだてめえは。兵隊とかじゃなさそうだな。構わねえからやっちまおうぜ。ついてなかったなおめえら。負けるか。大丈夫か？砂まみれ、もう。一体何だったんだ今の。なんだかすごく大きいものが落ちてきたみたいだったけど、見に行ってみる？空を飛んできたっていうのか。何なんだこれは。見えないけど、ここに何かある。見えない壁なのか。何なんだ、まるでわからない。
その子を渡せ。なんだあんたたちは。黙ってその子を置いて立ち去れ。バカなこと言わないでください。気を失ってる子供をほっとけません。力ずくでも渡してもらうぞ。獣員がやったのか。獣員が消えた？そんなことってあるの？よくわかんないけど、今のうちに逃げちゃおう。襲撃されたのか。フィーデル、帰ってきたのか。襲撃があったのか。ああ、昨夜襲ってきた。すぐに見張りが気づいたから撃退できたけど、村のみんなは無事なの？かなりやられちまった。怪我人は診療所で手当てを受けてるけど、戦えるものは大して残ってない。そうか。今は動けるものでできる限り守りを固めているところだけど、意味があるのかないのか。で、援軍はどうだったんだ？来てくれるんだろ？そう
それが実は。その件は明日村長の家に報告しに行くよ。それより今はこの子を。それにしても王都に行っている間にまさかお前らが子供を作っているとはな。そんなわけないでしょ。途中でいろいろあって助けたの。気を失ったままなんだ。家で休ませてやりたいんだが。ああそうだな、そうしてやれよ。じゃあ明日な。もう大丈夫。熱も下がったし、傷口もきれいになった。ありがとうございます先生。はいはい大丈夫、もう平気よ。こっちも見てください。ちょっと待っててね。こっちもお願い。先生お願いします。ちょっと待っておくれ、今手が離せないんだ。よっと。どうしたの？忘れ物？呼吸は安定しているし大丈夫だと思うけど、一晩休んでも意識が戻らないのはちょっと心配。あとは回復を待つしかない。そうだね。このまま付き添っててあげて。村長のところへ行くの？ああ。そう、嫌な役目を押し付けちゃってごめん。いいんだ、その子を頼む。